M8 正体嫌われる勇気第2夜前半番外居酒屋にて、まあ、思ったこと話、はい、二等兵の友人屋です、うん、T 隊長です。隊長でございます、はい、横で、うん、これ聞いてた、これを聞いてましたよ、うん、鉄人と青年の話を、うん、会話をどうですか。で前の居酒屋にてでも、うん、まあ、ちょっとだけエニアグラムのタイプの説明をさせていただきました、うんうん、この本の読み方一つでも、うん、この赤面っていう捉え方一つでも、うん、こう見方がこの違うんだなっていう、僕がここで一番思ったことは、はい、こう何かこうしたいこうなりたいっていう思いをみんな言うじゃないですか、はい、お金持ちになりたいとか彼女が欲しいとか彼氏が欲しいとか、はい、だけど行動しない人が多いとかする人も多いですけど、はい、っていう時に大体なんかこう言い訳を作る、行動しない時の言い訳、はい、っていうのが、まあ、こういう好きにならないようにしておこうと決心しているっていうところだと思うんですよね。でちょっと私がこれ共感したのは、うんうん、要はさっきも本編の方で話をしたんですけども、うんうん、要は自分のことを認めないっていうのは、うんうん、やっぱりちょっとフィルターになるんですよ、うんうん、要は傷つきたくないじゃないですか、まあ、それはありますよ。痛いのが嫌なので、うんうん、あらかじめ自分の悪いところをリストアップしておくと、うん、ああもうそれその悪口、うん、俺分かってるから大丈夫、傷つかないっていうのが、うん、それは僕も分かります。僕も分かりますが、僕だと多分タイプ9ってエニアグラム1に入ってあるんですけど、あ、そう、で、そう、で僕もしたかったのは、うん、要はこの私のこの感じ方、うん、考え方っていうのは、うん、このタイプ6っていうのがあって、うん、これはそのすごい心配症なんです、ね、うんうん、心配症で、うん、その将来、うん、すごい分からないことばっかりだから、うん、不安、うん、って思っているから、うん、その不安から逃れるために、うん、いろんな防護策としての一環が、うん、この自分のことが嫌いっていうのを結構取り入れてるのかなって思うんですよね。僕は、うん、自分のことは嫌いではない、はい、好きかというと好きでもない、まあ、普通フラットな感じ、はいはいはい、自分は自分みたいな。で、まあ、例えばこういう理由、動かない行動しない理由とかってコンプレックスですよね。よく言うというか、まあ、僕の中のコンプレックスはこう人見知りで人前に出たりするのが苦手とか、はいはい、っていうのは僕は人見知りだからこういうのが苦手なんだっていうのを、まあ、これと同じように、だから本当は人前に出て話したらいいのにっていうけど、僕人見知りだから苦手なんだよねっていう言い訳を作ってる、はいはい、人前に出ないための言い訳を人見知りっていう言葉で、まあ、言葉は便利ですよ、言葉は便利、はい、そういう目的を作って、人に出ないための目的として人見知りっていうのを利用してる、はいはい、っていうところじゃないですか。それがこういろんな、例えば赤面だったりとか自分のことを好きにならないとか、そういうのがこう人それぞれ違うんだろうなみたいな。僕でも好きか嫌いかで言うと、うん、嫌いでありながら好きですよ、ちょっと乙女な感じまあでも僕もなので、こう嫌いかっていうと嫌いではないですけど、嫌なところがないかっていうと自分の嫌なところはいっぱいありますよ。もっとこうなったらいいのになみたいな、はいはい、そういうのは多分いっぱいあって、ただそう、もっとこうあったらいいのになっていうんだったらそうしたらいいじゃんっていう話ですよね、アトラ的に言えば。あ、そうなんです、そうなんですっていう、だけど僕はこうだからって言い訳をしてる、いっぱい言い訳をしてるで、多分みんなそうなんじゃないかなと思うんですよね。で、うん、各それぞれ9タイプあって、うん、9タイプの感じ方が結構同じプログラムで、あ、9タイプごとでちゃんとプログラム分けされてるっていうのがエニアグラムですよね、うんうんうん、でこの孤独を感じるにも他者を必要とするは、まあなるほどと、うん、まあ心理的な感じですよねなるほどですよね。悩みは、内面の悩みは存在しない、存在しない、まあ、結局こう俺って頭悪いなみたいなのも人と比べるからまあそうです、そうだし、でエニアグラムっていうのも、うん、要は生存本能、うんうん、人との関わりの中で、うんうん、どう相手をコントロールするかみたいなのが、うんうん、そう、自分をどう守るかとかっていうのが、
ちゃんと 分類されているというか、うん、そう有利タイプの人とかだと立つとの関わりを立って自分を守ろうとするわけじゃないですか。立つことでこう干渉されないようにして自分を守ろうとする。で今有利っていうワードが出ましたけども、うん、それに対してあるのは、うん、融和タイプっていうのと自己主張っていうのがあって、自己主張っていうのは自分がやりたいことをちゃんと言う、うん、ちゃんと言うというか取りに行く。そう、こう逆にこう有利の人はこう離れることによって自分はコントロールされないようにしようとする。あ、はいはい、自己主張の人は自分からコントロールしようとする、うん、しに行く。で融和タイプっていうのは、うん、空気を読んで多分自分の立ち位置を確立するみたいなところだと思うんですね。空気を読んで調和することでその場をコントロールしようとする、うん、なのでこうコントロールというか、まあ自分を守ろうとするって感じですかね、うん、多分自分の立ち位置を作りたいんだと思うんですよね。そうですね。なのでこう必要とされるものになろう、自己主張の人がいなくて、なんか引っ張っていく人がいなければ引っ張っていく人になろうとしたりとかっていうのが、うん、分かれていて、それぞれ考え方が分かれているから、それを知ってるといいですよっていう話を前の動画でもしましたと。でこの劣等ではなく劣等、この劣等感っていうのを感じやすいタイプっていうのもあるのかなってちょっと思うんですけどね。多分まあ、よく言うコンプレックスみたいなのは多分どのタイプもあるわけじゃないですか、はい、そのコンプレックスの種類が違う。ああ、そっかそっか。からそこの部分に関しては劣等感を多分どのタイプも感じてるんじゃないかな。そうなんですね、うん、僕タイプ7とかは劣等感はないと思ってました、うんうん、あると思います。3とか3とかもあると思う。それを隠すってことですね、うん、その劣等感があるから、要は自分が優れてないといけない、はいはい、ってことは自分が優れてない、もっと優れなきゃいけない、人よりももっとこう上に優れてないといけない。じゃ劣等感を感じているけども、うん、それを、うん、隠すのがうまいみたいな、隠すのがうまいタイプもあるし、悟られたくないわけじゃないですか、はいはい、3とかだったらこの劣等感があるんです、うん、っていう、まあ、この裏、うん、いやこの不幸自慢とか、うんうんうん、いやそのかわいそうな私なんです、うんうんうん、っていう風なコントロールをしようとするタイプもありますよね。そうですね、多分、うん、不幸自慢ですよね。いや、まあ、でも結構多いですよね。なんでこのエニアグラムを知ると、うんうん、全てが対人関係であるっていうのが、人が分かるっていう面でエニアグラムは役に立つのかなと、うんうん、なんでこのあたかも自分が優れているかのように、うんうん、偽りの優越感に浸るっていうのもエニアグラムのタイプの中では、うんうん、そのこういう3っぽい感じ、ね、タイプ3だと、まあ、達成する人っていうのがあるんですけども、うんうん、自分がいかにできてるかっていうのを見せて、うん、なんでこの人はすごい外見も気を配ってキラッキラにしようとするんですよね、うんうん、そのまあどう見られたいかですね。どう達成してるように見られたい、はい、なんで北朝鮮のペヨンヤンじゃないですけども、うん、すっごい見た目はキラッとしてるけども、ちょっと裏に入るとってハリボテみたいな感じになってるみたいなのもエニアグラムでは示唆しているよと、うんうん、なのでまあこういう優越コンプレックスは3っぽいですよね、はい、そうですよね、うん、でまあただこれも劣等感があるって話ですよね。劣等感っていうのが根底にあって、はいはいはい、あるからこそこそ自分が優れてるように見せようと一生懸命して、はいはい、お金出せばできることですもん、うんうんうん、そう、こう見栄えの問題なんで、はいはい、話し方とかもありますけどね。もうまあ、上手ですよね。上手、タイプ3の人は上手ですよね、はい、っていうこの人も知ることができるよと、うん、っていうのを青年にも伝えたいですよね、うん、そんな方法があるよと、うん、トン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 って、うん、なので劣等感は多分どのタイプもある。でその手放し方が分かるといいですよね。そうなんですよね、うんうん、劣等感と囚われは一緒ですかね、エニアグラム的に。囚われ書きます、囚われ書きます。それぞれ旧タイプ、うんうん、囚われというか、はい、何を避けようとしているかっていうのがあるんですけども、うんうん、例えばタイプ1、うん、完全を求める人は怒りを避ける、うんうんうん、何かができてないっていうことは許せないんだけども、うん、また怒るのも完全じゃない
から怒るのは良くない、良くないって思ってるからイライラしてるって感じですよね、はい、で2、自分の必要を認めない、うんうん、これは私は人に愛をあげる人だ、うんうん、もらう人じゃない、うん、だから私が何かを必要とするのは良くない、うん、必要とされてる人間っていうプライドがある、こう価値があると思ってる、はい、で、まあ、自分はその立場だと思ってるからそうですね、うん、自分のが必要するっていうのは、うん、認めない、認めない、で3、タイプ3の人は失敗を避ける、うん、失敗っていうのはかっこ悪い、うんうん、僕は常に達成する人だから、うんうん、っていう、ね、4、平凡を嫌う、うん、私は特別じゃないと生きていけないと思って、うん、価値がないと思って、悲劇のヒロインみたいに、うんうん、不幸自慢とかしたり、不幸自慢とかみんなはいいよねみたいなで5、空虚さから逃れたい、うん、この人たちはもう世の中が空虚なんですよ多分この人たちタイプ5の人は不安なタイプじゃないですか、はい、だから不安をなくすためにいろんな知識とかスキルを身につけようとする、そうですね、うん、なので自分にそういう知識とかがないと生きていけないと思っているタイプ、はい、でタイプ6、うん、通達を嫌う、うん、この人たちは忠実な人と言われて、うんうん、権威のある人とかのルールに従っていけば大丈夫と思っている、うん、からそういったルールとか、うん、世の中のモラルとか協調性とかがすごく大切みたいな、だと仲間が一体感でいられるじゃんと思っているから、うんうんうん、っていう仲間とかからの逸脱を嫌う、うんうん、なので新しいことに挑戦しないみたいな面があったり、うんうん、7、苦しみを嫌う、うん、新しいことを企画するのが大好き、企画するのが大好き、でも企画してじゃあ実行しようっていうこの実施のタームになると急につまらなくなる、とにかく楽しいことが好き、はい、で苦しいことが嫌い、はい、っていう、まあ、分かりやすいタイプなので、はい、で8、弱さを認めない、うん、強いこと自分はコントロールされたくない、うん、自分の弱さを認める自分の弱さを出すことは負けに等しいみたいな、多分コントロールされると生きていけないと思ってます、はい、だから弱いと生きていけないから弱さなんて認めない、はい、で9、葛藤を避ける、うん、いざこざが嫌い、いざこざが嫌い、あの空気が良くないと、あそうか、空周りの人の関係が良好じゃないとこう生きていけないじゃないけど、うまく回っていかない、いや本能タイプっていうんですけども、うん、心地よい環境が第一なのに、うんうん、葛藤がある社会っていうのは良くない、うん、良くない、だから僕なんかよく全員僕だったら戦争なんか起こらないとか思ってますもん、確かに世界中の人が僕みたいなタイプだったら戦争なんか起こらないよねって、あそうか、全員僕だったら戦争だらけですよ戦争だらけ、全員僕だったら戦争、まあそれもいいんじゃないってっていう葛藤、まあ、なんでこれ全部見ると全部やっぱり対人の悩み、対人関係に対する悩みなんですから、これも全部裏返すと、うん、対人関係でうまくいくために自分がどう振る舞うかっていう面も出てくるし、うんうん、ここから悩みが生まれてくる、生まれてくるっていうことですね、うん、葛藤があるから悩むんですよ多分急な人は、な、人の葛藤しないようにしたらどうしたらいいのかって悩むんですね、きっと相手がこんなこと言ってるとか、失礼ですけど、うん、悩むんですね、悩みますよ、あのその悩みを楽観的に忘れることあるかもしれないですけど、蓋をするな、なるほどっていうのはありますけど、多分悩みはありますよね、イライラしたりします、イライラしたりはします、ただそのイライラも隠す感じはあります、あんま違うことをやって出さない、なのでこうタイプ7、落下同じようにタイプ7の人とかも苦しいことを隠すために新しいものに手を出すみたいなところがあるじゃないですか、ちなみにこの、うん、第2話の前半までを見て、うんうんうん、鉄人と青年、うんうん、どのタイプに見えますか、鉄人は、まあ、1っぽい、青年は、青年は6っぽい、6っぽいですよね6っぽい、結構、うん、カチッときてわーって言いますもんね、うん、そうカチンときてわーっと、カチンときてわーっと言うっていうことでいくと8もあるかなっていうのはありますけどね、また8だと、うん、この青年が抱えているような悩みは持たないと思うんですよ、うん、そう俺なんてみたいな、
なんか周りが悪いとか言いそうですよね。あはい、はい、し鉄人が言うじゃないですか、うん、何みたいな、うん、そのなんか論理的な話になりにくかったりするんですよね、蜂の人。あでも討論好きとは言いますよね。討論好きだけど、まあ、蜂の人ってうちの親父ですけど、討論好きではまあ正論っぽいのはこう持ってきたりはしますけど、はいはい、あ成立しないこういう本になるよ、本に嫌われる勇気みたいな本になるような成立はしないですかね、うんうんうん、なんか自分の思いが強すぎるんですよね。いやそれはって言ってもそんなことねえだろうみたいな力で抑えてくる感じはあるので。なるほど、まあ、と言ってもうちの親父ですけどね。で反応タイプで言うと、うん、タイプ4っていう、うん、この平凡を嫌う人たち、うん、特別な人っていうのがあるんですけど、青年、うん、がタイプ4っていう感じもしないですよね。感じはしないですね。多分タイプ4的な反応は引っ込むと思うんですよね。言われてショックを受けてなるほどなるほどみたいな多分反応になると思う。はいはいはい、わーっと言うんじゃなくて、あちょっとなんか傷つけちゃったかなって思わせるようなまあ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 って鉄人が急に気を使い出すちょっと言い過ぎたみたいな感じの反応をしだすんじゃないかなって、読んだと。なるほど、うん、まあ、健全度があるんで何とも言えないですよね。っていうように、うん、くどいようでエニアグラムを知ると、うん、この嫌われる勇気でも言っている、うん、自分を知り、うんうん、対人関係の悩み、うん、人のこともあ、うん、こういうとらわれを持ってる、こういう考え方をしてるのかなっていうのが、うん、なんとなく分かるようになる、うん、全てじゃないにしても。そう、対人ってこう自分の考えと相手の考えの違いじゃないですか、はい、でそれがこうエニアグラムを知らないと自分が思ってること相手もそう思ってるだろうみたいな感じがしますよ、はいはいはい、そうするとなんでこの人はこういう行動しないんだってまたこう腹が立ったりとか反応が出たりとかっていうのがあるので、このエニアグラムでこういろんないろいろ9つのタイプがあってそれぞれがどういうふうに考えてるかっていうのが分かると、その辺の感情のコントロールもしやすくなるんじゃないかなっていう、まあ、メタ的に、うん、メタ的に見ることができますね。自分自身の反応も抑えることができるし、はいはい、相手のことも理解しやすくなるっていう、で、まあ、自分を知って相手を知れば人間関係良くなるじゃないですか、うん、百戦危うからずみたいなことを今言いました、ね、っていうところで、はい、第2夜前半、うん、居酒屋にてでした、うん、また次次第2夜後半、うん、居酒屋にてを、うん、お楽しみください。まあわわ喋ってるだけですけど、まあ、まあ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 感じたことを。そうですね、うん、なのでこれ僕も当てはまります。同じことは思わなくても当てはまりもっていうのは感じます。なるほど。6の人と多分違ったりすると思うんですよね。あ、青年とは悩みは違う、うん、悩みは違うけど同じだと思うんですよ。あたかも自分が優れているような振る舞うとか多分僕もあると思うんですよ、ね。まあ、うん、もちろんエニアグラムでも、うん、全てのタイプの要素を持ってる、うん、持ってる。で一番色濃いところがタイプとして出てるっていうところです、うんうん、なのでこう悩みそのものは違うかもしれないですけど、で悩みそのものはこっちにこう関係してるのかな、うん、というのは、あなのでこうタイプ9だったら人との葛藤を避けるためにっていうことで悩む。あなるほど。あ、うん、こう逸脱を嫌うとかで悩みはしないけど、なるほど、こう人との葛藤を避けるために悩むみたいな。確かに私も、うん、そうで私タイプ6と自分では思ってるんですけども、うん、やっぱりそうです。このルールは知りたいっていうのはちょっと思ってますね、うんうん、ルールなんてないんですけど、まあ、みんなが人それぞれ作ったい、はい、みたいな。で葛藤を避けるって言っても葛藤なんか絶対起きるし、まあ、まあゼロにはならないですもんね。ゼロにはならないしっていう理解のためにも、うん、エニアグラムいかがでしょうか、はいはい、面白いです、はい、エニアグラムを知りたい人は他の動画をいっぱい上げてますので、はいはい、というところ で、 そうです、ね、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます、はい。